Bonjour! Online フランス語学校 Ensemble en français 講師の Vanessa です。今日もとても役立つフランス語の表現をご紹介しますね。私は人を助けるのが好きです。が、私はあなたを助けると言いたいとき、フランス語では人に何かをあげるという表現で言うことができます。一体何をあげるんでしょうか？ Je vous donne un coup de main. Je vous donne un coup de main.Je vous donne un coup de main. Je vous donne un coup de main. 私はあなたに手の一撃をあげます。そうです。手の一撃です。なんだか怖いですよね。でも、安心してください。殴るわけではなく、手を差し伸べるという優しい意味ですよ。困ってる人がいたら、ぜひ手の一撃をあげてくださいね。さて、もっとフランス語を勉強したいという方は、Ensembleのレッスンでお待ちしています。Au revoir! À bientôt!